ウィリアム1世は、スコットランド王。デエビッド1世の次男ハンティンドン・ハク・ヘンリーの次男で、マルカム4世の弟。ウィリアム1世は、スコットランド国王として、初めて紋章にライオンを用いたため、獅子王と呼ばれる。兄が見込んで、このないまま没したため王位を継いだ。ウィリアム1世は、マルカム4世が、イングランド王ヘンリー2世に奪われた。 ノーサンバーランドなど北部イングランドの奪還を当面の目標とした。1168年、フランス王類7世と秘密同盟を結んでイングランドと対抗した。イングランドでヘンリー2世とその王子たちに親子間の内紛が起こると、1174年にノーサンバーランドに攻め込んだ。しかし、ウィリアム1世は、 ヘンリー二世軍に敗れ捕らえられ、スコットランドはイングランドに完全に侵入すること、スコットランド南部の城にはイングランド軍が侵入することなど、屈辱的な講和を結ばされた。1189年にヘンリー二世が没すると、新たにイングランド王となったリチャード一世は十字軍に熱意を燃やし、その資金源としてスコットランドとの侵入関係を金銭で生産することを狙った。 ウィリアム一世は1万マルクを支払い、イングランドとの親中関係の解除、スコットランド王としての主権回復、イングランド軍のスコットランドからの撤退を内容と、するという条約が結ばれた。また、北部のマリ地方や、ケースネス、サザランドを鎮圧し、国王の支配下に置くことに成功した。こうして、ノーサンバーランド以外の全スコットランドを掌握した。宗教面では、 1192年にローマ教皇ケレスティノス三世と交渉し、スコットランドの教会をイングランドのカンタベリー大司教から独立させ、自前の教会組織を持つことに成功した。また、1199年にリチャード一世の没後イングランド王となったジョンとノーサンバーランドを買い戻す交渉をしたが実らないまま、1214年12月4日スターリングで没死。 自身が創建したアーブローズ修道院に葬られた。49年の在位期間であった。息子のアレグザンダー二世が後を継いだ。1186年、イングランド王ヘンリー一世の諸子、コンスタンスの孫娘エルマンガルドド・ボーモンと結婚。4人の子を設けた。マーガレット、ケント博、ヒューバート・ドバラと結婚、イザベラ・ノーフォーク博、ロジャー・ビゴットと結婚、アレグザンダー二世。 マージョリー・ペンブルック博、ギルバート・マーシャルと結婚、ありがとうございます。